俳優の市村正親、75、と篠原涼子、50、の長男である市村雄太、15、が9日放送の日本テレビ系、踊る、三間五天、に出演、父とのエピソードトークを披露した、ネット上では、篠原涼子さんにそっくり、など驚きの声が上がっている。祐太は父、正親の身長を超えてしまい、 怒られなくなったというエピソードを明かす。父は自分に、怯えている、と語り、MC のアカシアさんまらスタジオメンバーの笑いを誘った。父とのエピソードが多かったが、視聴者は篠原と似た姿が気になっていたようだ。この放送に視聴者からは、市村正親さんの息子さん、篠原良子さんにそっくり、母親にか、すごく可愛いし、 場を盛り上げててすごい、こんなに息子がでかいんだという衝撃可愛かわいいとかっこいいを兼ね備えててめちゃくちゃいい。遺伝子ってやっぱすごい、口元そっくり、父より篠原涼子にそっくり、などの声が上がっていた。